こんにちは、ココロンです。ご視聴いただきましてありがとうございます。なんやかんやディスったトリートメント使ったらピッチャってなるから毎日使ってるな。はい、今日の動画はスイート6月号1080円、サマンサタバサフラワープリントパッチワーク風ポレホンショルダーバッグ、第7月号1140円。 QY ってなんて読むんやったっけ、チーやったっけ、対応のワイヤレス充電器。はい、以上本日は12冊だけ開封していこうと思います。はい、スイートさんとダイムさんでございます。今回はですね、いつも美人百科とスイート会っていうのが多かったと思うねんけども、美人百科さん付録お休み会ですので、美人百科さんに付録がつくのは次月となっております。ついてつかんでついてつかんでのスケジュールがあるのでね。で、今回ダイムさんがねちょっと発売が早かったんですよね。なのでスイートとくっつけてみました。スイートが6月号でダイムが7月号やねんね。ちょうどこっからね切り替わりの時期なんですよ。ちなみにですね、関西なんでちょっと1日早く店頭で販売されているので、私購入してきた次第なんですけどもね。本屋さんでこう積んであってんけど、私が買いに行ったお昼ぐらいでだいぶ減ってました。なのでちょっと今回やっぱり人気なんかもしれへんね。欲しい方はできるだけお早めにお求めいただいた方がまあいいかなと思うんですけど、サマンサタバサさんのフラワーフリントパッチワーク風保冷本ショルダーバッグ、まあ保冷本バッグは今まで死ぬほど出たけども、ただサマンサタバサでそのラインナップの商品がある感じのデザインなので、なかなかええんじゃないかということとですね、こちらダイムさんでございますね。チーで合ってる、 QI でチーって読むの、まあ、ググったけどチーで合ってた。で、こちらのワイヤレス充電器でございますね。私が使っているのは iPhone7 なので多分対応しておりません。ということで、こちら紹介するときは子供の携帯を借ります。子供の携帯多分 iPhone10 ぐらいなので、ということで本日は2冊開封ということでご紹介していこうと思います。ということで、まずはこちら、スイートさんでございますね。1080円、そしてサマンサタバサのレオンバッグがついてくるということで、かなりまあなんやかんやお得じゃねというところなんですけど、これかなり気になってる方が多くいらっしゃる感じなんですね、コメント欄とかでも。なんでかって言ったら、先ほども言いましたサマンサタバサさんの実際の商品と同じデザイン感になっていて、でこれレオンバッグってさ、だいたい全ナイロンとか持ち手はこう100均素材のテープみたいなのがついてることが多いんですけど、これ多分合皮ちゃうかということで、かなりしっかりとした商品ではなかろうかと思うところでね、皆さん気になられてるポイントだと思うんですけど、そのあたりしっかりチェックしていこうかなと思います。はい、中身はこんな感じ。やはりね、雑誌と同じぐらいの大きさがあって、かなりでかいでございます。保冷本バッグなんでそんなに重さはないんですけど、でもまあ割としっかりしてる方かなと思う感じでございますね。ということで早速開けていこう。はい、よっこいしょ。はい、中身はこんな感じだ。ほうほうほう、すごく折りたたまれてるね。これペターなってますけど、ここから復元、あ、長いね長いね、肩掛けできるからね。これ復元がしっかりできるのかというあたりでございますね。これ本バッグの中ではかなりちゃんと作っている系の商品ではなかろうかとは思うんですが、あら、シリカちゃんぽーい。サイドは折りたたみ方がちょっと残念チックではあるんですけど、ちょっと先にねチェックしてみますけど、はい、こんな感じ。ちょっとね、いろいろ折りじわが残念かなと思ったりとかするんで、ワンチャンドライヤー案件かこれは。とりあえず本体レビュー行ってみよう。はい、トゥクトゥン、よっこいしょと乗っけていきますとですね、もちろんのこと自立はするでという感じではあるんですけど、190g ぐらい、はい、このような感じでございますね。とてもねしっかり作ってくれているというか、合皮自体ね、そんなめちゃくちゃ上等よっていう合皮ではないんですけど、ただね、保冷本バッグでこの合皮の紐をつけてくれるって割と初めての試みだったりするので、そのあたりはしっかり作ってくれてる方ではなかろうかと思いますね。そしてこのデザイン感でございますね。こんな感じの表面は、まあ、普通のナイロン素材なんですけど、裏地がこれ本素材でしっかりとした素材感なので、それでまあ割とビシッと見える感じかなと思います。表面にはシワがねいかないようにちゃんと畳んでくれてるところではあるんですけど、そしてこの真ん中にねちゃんと合皮のサマンサタバサのロゴもついております。でこのパッチワーク柄っていうのが、実際この商品がサマンサタバサさんの、サマンサササササササって今なったけど、サマンサタバサさんの商品にあんねんね、この商品のバッグっていうのが実際あるので、商品化されてるもののデザインで付録が、しかもこういうしっかりとしたね付録がつくっていうのはなかなかお得ではないかなと思うところでございますね。プリントアップいきますとこんな感じ、まあ、ナイロンにプリントされている感じではあるんですけど、まあでも可愛らしい感じのプリントかなと思いますね。これにそしてね、縁がこんな感じで合皮のパイピングが入っておりまして、ほんでロゴも合皮、そしてゴールドのチャックがついていて、この下のところにも合皮のパイピングが入っている、このあたりがやっぱり高級感があるあたりかなと思いますね。でもって持ち手も合皮なんだけど、
ずちょっとね折りたたまれてた感があるよね。ここは本当もったいないなと思うあたりで、そしてサイドに関しても折りじわがよちょっともったいない感じ。保冷本バッグやから別にええかって思う感じではあるかもしれへんけど、ちょっともったいないよねこの辺のシワが。ということで一応ドライヤー召喚してみるか。はい、こんな感じでドライヤーちょこっと当ててみました。ちょっとね当てるの難しい。これサイドは完璧にシワ取れてないねんけど、まあこんなもんでええかなというラインで頑張った次第でございますね。結局ここ突っ込んでボーってやったら形的にはちゃんとねしてくれたりとかするんやけど、ただ例えばこの表面が合皮やったり、こういうナイロン生地じゃない感じの固めナイロンとかやったりとかしたらそれでピッてシワ取れてくれたりとかすんねんけど、中の保冷保温素材がいかんせん分厚いやんか。で表面のナイロンまでねこう熱がいかないわけですよ。だから結局突っ込んでボーって取ってもシワは取れず、なのでチャック開けた状態でここに手突っ込んで、ほんで上からこのシワがひどいところにドライヤーひゃーって当てて、ちょっとずつシワ取ったみたいな感じですね。だから完璧にシワ取ろうと思ったらちょっとまあ数分はかかっちゃうかなっていう感じではあるんですけど、まあこの程度やったらシワは取れるかなという感じです。そしてチャック閉めてしまったら割とね形はしっかりしています。もうめちゃくちゃしっかりしてる。で持ち手もね長いしね。で持ち手のシワに関してはまあ完璧には取ってないねんけど、私手で持った状態でファーってやったりとかするんですけど、あのハンガー引っ掛けて、ハンガーのねクイってなってるところにちょっとこうやって引っ掛けてもらってドライヤーかけるみたいな感じで、でかける時のコツなんですけど、表面と裏面、これ合皮が割と分厚かったりとかするから、表裏ドライヤーで少し温めて、こういう飛び出てるところはへっこまして、へっこんでるところはこうやって飛び出させてみたいな、グググググググってやったらちょっとマシになったかなって感じだけど、ずっとまだブヨブヨしてるね。完璧ではないねんけど、まあでもこれはさ、保冷保温バッグとして重たいもん入れて肩掛けでも取ったらね、この辺のシワは割とすぐ取れてくれるんじゃないかなと思います。このぐらいになったらまあでも使うのは全然問題ないかなというレベルかなと思います。縫製見ていこうかなと思うんですが、この辺のね縫製であったりとか、あとタグであったりとか、この辺のパイピングですね、その辺割と綺麗に作ってくれてるんじゃないかなと思います。で裏側行きますと、私のやつはねここがねチュチュチュってちょっとなってたりとかすんねんけど、まあでも裏側やし別に気にならんレベルかなという感じかなと思います。シワはねちょっと完璧に取り切れてはないねんけど、縫製はまあ問題ないかなと思いますね大方ね。でここの合皮素材なんですが、こんな感じのちょっとねギュッギュッっていう感じの合皮素材、なんとなくわかります。熱で割とシワが取りやすいタイプだと思うので、もし入ってるやつがシワがすごかったりとかしたら、あのドライヤーで温めてね、このキュッキュ方式、もしくはこれを保存するときにハンガーに引っ掛けてね1日2日ちょっと置いといてもらったら、ここのシワってだいぶマシになるかなと思います。ちょっと重たいもの入れてなんなら置いといてもらったらシワ感すぐ取れてくれるかなと思うので、あそこは大丈夫かなと思いますね。で持ち手がこんな合皮で、で裏側もちゃんと合皮になります。2枚合わせになっていて、縫製はまあ問題ないんじゃなかろうかと思う感じでございますね。裏面もナイロンになっております。ここの縁がさちゃんと入ってるのが可愛らしいよね。でこの蓋を開けるときは蓋に紐がついてる感じになるので、蓋裏側にした状態でこのゴールドのチャックを開けていく感じになります。でこう開けていくとですね、パカン、中はなんかここにポケットがついてたりとかそういうことはなかったりとかするんですけど、こういう感じになっております。なんか表面がね、ここが可動ばったデザインじゃないよね、ちょっとこういう感じ丸みがあるデザインなので、ここにはね縫い目を作らない感じで、こうちょっと丸っこい感じに作ってくれてるような感じになりますね。保冷本素材は分厚めのやつなので、割としっかり保冷本はできるんじゃないかなと思いますね。で縁ももちろんのこときっちりパイピング処理してくれていて、このあたりも中までねしっかり作ってくれるのが今当たり前になりましたけど、よく考えたらすごいなと思うところでございますね。縁はこんな感じでピンクでパイピング処理してくれてる感じでございますね。お弁当入れにすごい可愛らしい、あの運動会とかね、あとピクニックとかね、まあ、そんなんでもいいし、なんかキャンプにペットボトルを持っていくときにとか、そんなんでもいいし、まあ、使い勝手はね肩からかけれるしいいと思うので、大容量でサマンサタバサさんっていうのはなかなかええんじゃなかろうかと思うところでございますね。そしてペットボトルをとりあえず入れていこうと思うんですが、ごめんちょっとさ、あの 500ml ペットボトルが今手元に2本しかないのですがね、申し訳ない。一応ねこの 500ml ペットボトルが6本入りますよというサイズ感みたいですね。こんな感じやから、ほら6本入りそうでしょ、こういう感じでございます。8はきついと思う、6本やと思う。ちなみに 500ml ペットボトルで言うとですね、こんな感じに底に2本寝かしたらちょうどいいぐらいの大きさになっておりますね。なので、まあ、立てて6本入れてもいいんですけど、横寝かしで2本ずつ3段っていう形で6本でも入る感じになります。でまあ横寝かしに2本入れた状態で満
単6本ではなくて申し訳ないんですけど、ギューンチェックをしていくとですね、こんな感じでございます。こういう感じの保冷本バッグは裏の保冷本材が割としっかりしているので、それでなんかギューンってなりすぎたりとかはまあ大丈夫じゃないかなと思いますね。ちょっと後ろはビンビンってなってるけどね、まあこの程度ではなかろうかと思います。ちょっと蓋部分がねこうやって持つから少しここがへこんじゃったりとかする分はあると思うんですけど、まあでも見た目的には全然綺麗に持っていただけるんじゃなかろうかと思います。こんな感じの保冷本バッグ、もしねなんか直近で使うところがなかったとしても一応ゲットしておこうかなと思われる方が割と多いみたいで、いやでもなかなか珍しい感じの付録だと思うので、ゲットしておくのもいいんじゃなかろうかと思う感じでございましたね。本屋さん見た時ちょっと減りが早かったしね。はい、手で持ってみたらこんな感じで、もちろん肩にもかけれますよという感じになります。肩掛けで持ったらねこんな感じ、ここの高さがですね胸のちょっと下あたりに来る感じなので割と持ちやすい感じかなと思います。はい、どうでしょう。今ペットボトル入った状態でお伝えしてるんですけど、中に重たいものを入れたらちょっと割とねここがへっこみがちにはなんねんけど、でも表面はさ全然綺麗やんか。だから肩掛けで持ってて見えるのはこの面だと思うので、そこがとても綺麗なので可愛らしい感じじゃないかなと思います。でこれ画面で見るとねちょっと白っぽく見えてないかな。これなんかねナイロンやからそんな風にちょっと光ってね見えるんですけど、どっちかっていうとなんかいろんなパッチワークでいろんな柄が入ってるからあれやけど、薄紫みたいな感じ、全体的に見たら。ほんでこのピンクがちょっとサーモンピンク寄りのピンクみたいな感じで、それだけやったらちょっと可愛すぎる、ポップすぎるっていう感じになると思うねんけど、ここのゴールドの持ち手がねちょっと大人っぽさも出してくれていて、とっても可愛らしい感じじゃないかなと思います。いやでもさ付録でゲットできるんやったらいいなと思うところと、こういう保冷本バッグってだいたい持ち手が短かったりとかすることが今まで多かったので、ここまで長いやつってなかったんじゃないかなと思うんですね。しかもその縁が合皮、持ち手が合皮っていう部分と、あとブランドが乗っかってて、しかもそのブランドが出しているラインナップの柄で付録を作ってくれたっていうのはなかなかいい感じじゃないかなと思いますね、付録的にはね。でチャックはカーブがね若干んって、ここのここがあるからさ、ここのこの内側のパイピングの出っ張りがあるから少し詰まるかなと思うところはあるんですけど、まあそこはまあ許容範囲かなと思うので、かなりしっかりとした感じの保冷本バッグかなと思います。一応クンクンしていくけど、クンクン、いやまあうっすらナイロン臭って感じですね。なんかこの蓋から紐生えてるのはちょっと面白いけどね、普通本体から生えてないなるほどな。でもさ蓋からさ紐を生やすことでやね、要はさこの紐が本体から生えてたら本体に要は重たいものを入れたらピーンってなりやすくない。まあこれそもそもさ保冷本材が分厚いからあんまりギュンってならない素材感ではあるけど、でもこれ蓋にさ紐がついてることで、まあ、結果さここは連動されてて引っ張られることにはなるけど、そこまでね表面にシワがいかない感じに作ってくれてるね、ちゃんと。まあ、そのあたりもしっかりしてるし、ピンクもちょっとねくすみピンクな感じではあるので、めちゃくちゃ派手派手チックというよりはまあ可愛らしい女の人チックな感じの印象で持てるんじゃないかなと私的には思いました。肩掛けで持った感じもねまあ絶妙な長さで作ってくれてるんじゃないかなと思いますね。長すぎてもお尻のさヒップラインとボンボンって当たってちょっと邪魔やったりとかするし、この短すぎてもこの幅があるから紐がビュッてこうずれちゃいやすくなるので、多分この長さにしてくれたんじゃないかなと思います。まあでも相対的に見て1,080円雑誌込みのお値段だったらまあゲットしといても全然問題ない感じじゃないかなと思います。可愛いよ。はい、ほんでは次、はい、ダイム7月号でございますね。さっきも言いましたけど、スイート6月号やけど、ダイム7月号やでね、ダイムさんからちょうど切り替わりの号となりますので、まあ、そんな感じなんですけど、1140円ということで、付録がですね、チータイオワイヤレス充電器ということなんですけど、こちらネットとかでもね、1000円前後、ワンチャン何百円とかでも売ってたりとかもすんねんけど、まあ、でもさ、ダイムさん付録でこういうのをつけてきてくれるっていうのは、私的にはね、なんか上がる感じ、ガジェット系大好きなんでね、割と。で、対応スマホを 10W 高速充電ということなんですが、C 対応機種がですね、iPhone では iPhone8 ですね、以降に発売されたもの。そして Google ではですね、Google Pixel 3以降に発売されたもの。そして Android の他のスマホなんですけど、Aquos で言うと、Aquos R3、Xperia は XZ2、XZ3、1になんかこういう3っていうやつとか、Galaxy だったら S6 Edge だったりとかしますね。まあ、5GB の機種だったらいけるんかな。ちょっとご自身の機種名をね、ちょっと検索していただけたら、地位対応でその機種名で検索をかけても
らったら対応してるかどうか分かると思うので、そちらねご購入前に必ず調べいただきたいなと思うんですけど、まあ iPhone に関しては8以降みたいな感じで OK だと思います。でまあ高速 10W 充電ということなんですけど、一般的に売ってるのも 10W、15W みたいな感じのものが多いのかなという印象なんですが、ポイント的にはですね、あの充電速度はちょっと機種によるからね、これはちょっと早いとか遅いとかはちょっと分からんとこではあるんですけど、まあ実際ね、あの子供のスマホ iPhone10 なんで、そちらを借りてきてですね充電とかしてみようかなと思うことと、あとなんか光ると思うんですよ周りが。このあたりもねできたらご紹介していけたらなと思う感じでございます。ミーコちゃん来たの。すいません、あのちょっと急なんですけど、あのちょっと動画をご覧のところ申し訳ないんですが、ちょっとミーコが来ましたのでちょっと抱っこしてみました。ミーコちゃんなの。ちょっとうっかり遊びに来てしまってんな、撮影中やのにな、うっかり来てしまったミーコでございます。ミーコやで。ミーコです、うん、どでか猫で。どうします、降りれない、降りれますか。どうぞ。よいしょ、よいしょすいません、ミーコが来ましたけど、子供の携帯を借りてまいりました。充電できるのか、チータン用 10W ワイヤレス充電器っていうのは iPhone も Android もこれ1台で OK っていう、先ほどのね対応機種に入ってらっしゃる方だったら OK っていうことではあるんですけど、この子がでもしっかり充電できるんやったら付録でこういう商品を出してくるというね、ダイムさんのその心意気が私は好きなんですよ。なのでまあええんじゃないかな。あとなんかちょっと光ったりするのかな、光るんかな、まあそのあたりもチェックしていこうかなと思います。ということで早速開けていこう。まあ、ちょっと普通に開けますけどね、箱なんでね。どういう感じなのか、私ずっとさ古い機種ばっかり使ってるからさ、こういうの初めてなんですけど、あこんなんやって、へー、なんかアクリルな感じ。ここさ青くなってるけどさ光るわけではないんかな、どうなんやろ。そして充電ケーブルもついております。充電ケーブル、え、なんつーの、普通のその電気のケーブルですね。こういう感じ、まあ、長さこのぐらいです。ほんで USB のこの先っちょなんですけど、先っちょのそのソケット部分はついてないので、お手持ちのやつを使わないといけないみたいな感じではあるんですけど、でどんな感じなんやろ、早速レビュー行ってみよう。はい、テクトゥンとよっこいしょっと乗っけていきます。もう行動ごと乗っけちゃうね、もう適当で申し訳ないねんけども、そんな重たくはないですね、だいたい 90g ちょっと 100g ぐらいで。待って、こういう感じのパッド状のものでございますね。こういう感じのもので、今コードつないでますけども、こういう口のねこういう感じのコードがついております。でここのさ青いところがさ、私てっきり光るんかなと思ってたんですけど、光るんかな、どうなんやろ。裏側は一応滑り止めチックなものが5点ついておりまして、こんな感じになっておりますね。だからオンオフとかスイッチとかは全然ついてなくって、ただ携帯を乗せるだけで充電できますよというものみたいですね。でここが透明のアクリルになっております。で真ん中にダイムさんのロゴがしっかり入っている感じで、ダイムさんってなんかあのブランドが乗っかってないものが多いよね。ダイムオリジナルで商品を作ってっていうか、その付録を作ってねプロデュースしてで出してきてくれてるという、なかなか珍しい感じの雑誌さんだと思うんですけど、いつもだからダイムロゴが入ってる割と。でこういうガジェット系が多いので、なんかレビューしてる分にはねすごく楽しいなって毎回思うんですけど、でここちょっと刺していくね、グッて刺すんですけど、ちょっと間が空いてるぐらいで正解です。これで一番奥までみたいな感じなの で、このモーカタッパの先っちょは USB になっているので、このコンセントのソケットのヘッド部分は必要となります。まあ、電源をつないだ状態なんですけど、なんかねこうやって見たら中がね赤に光っております。ちょっとライト切ってみるね。こんな感じでここのライトが光っている感じでございますね、中のライトが。今これライト全部消してるんですけど、真っ暗状態なんですけど、まあ、真っ暗ってほどではないけどさ、こんな感じでなんか赤い光が光っておるよね、こんな感じで。でもしばらくしたら消えんねん、こんな感じで。コードつないだら一瞬赤いライトがつくねんけど消える状態だから、真っ暗状態になりますね。でさ、子供の携帯やねんけど、これこれどうですか、このトップ側、これなんていうんやった、これなんていうの、国神様らしいねんけど、え、ここなんか点滅してる、すごい、カメラで見たら見えるね。何これ、これほら点滅してるね、すごい。目視では点滅見えへんねんけど、こういう感じになって、今真っ暗な中で顔面つけてるからちょっと変な感じやねんけど、ちょっと周り真っ暗でね。でこの状態でこの携帯を置いてみます。そうするとなんかね、置いたらねこの周りがねちょっと青く光ります。こんな感じで見えるかな、こういう感じでね青く光る感じで、ここの画面でねちゃんと充電中ってなってる。でこんな感じですね。でちょっと置いてみると、ポンって言ってちゃんと充電されてるよーのマークが出る感じでございます。これ時間遅いでしょ、今からで間に合うかな、編集4時半なんですけど、やば。なんとなく青に光ってんのわかる、これ点滅してん
のは向き逆やでってことやと思うね。目視ではね縁がちょっと光ってる感じにはなるんですけど、ちょっとなかなか画面ではねお伝えしきれない部分ではあるんですが、なんかねホタルみたいに光っておりますね。弱くなって強くなって弱くなってみたいな感じの光り方をしてる。なんとなくライト分かりました。これでちょっとねあの撮影カメラではねどうしても映らなかったので携帯を携帯で撮影みたいな感じなんですけど、いやなんか充電されてるっていう気はする。そして見えるかな、ちゃんと充電されてますよのマークもついているので、まあ速度とかはねちょっと携帯によるから分かんなかったりとかするけど、まあ置くだけで充電はできる模様でございます。はい、すったまんだのレビューだったんですけど、なんかねやっぱりね暗いとこでみんな分かれへんわこれ。ほんでちょっと寝室でさ充電させてやってみてんけど、なんかふわーうわーって感じやったよね。もうここやった全然見えへんかったから。寝室も真っ暗なわけじゃないんですよ、携帯で撮影できるレベルやから。まあ電気つけてない部屋みたいな感じ、まあ、今まだ4時半とかなんで、まあ、そんな感じの部屋やったらね明かりがふわーふわーってなってるのがしっかり見えました。いやまあでも付録一回ゲットしてみるのもええんじゃないのという感じでございますけどね。これでもしね充電速度がめっちゃ遅かったりとかするんやったらあれやけど、まあ今出てる規格とかも 10W 15W とかが多いと思うので、でこれは 10W になるんですけど、そんな劇的に遅いとかではないんじゃないんかな、分かれへんけど。一応さ対応スマホを 10W 高速充電ってわざわざ書いてあるから激遅ではないんかなと思うねんけどね、まあ、そんな感じの商品でございました。うちのさチビの携帯のさトップがどう何プニガニ様ってこの顔出てくるたびにちょっとイラーってすんねんけど、まあでも机の上に置いといて充電とかね、まあスタイリッシュに使えるっていうあたりはいいんじゃないかなと思いますね。たださ今こういう充電器ってこっち対応のやつでいろんなやつが出ていて、あの縦型のやつとかね、あと他のそのアップル製品も充電できるよっていうのがなんかセットになったさやつとかいろいろ売ってたりとかするんだよね。だからまあ用途が合う方はいいんじゃないかなと思います。うちはあのお子ちゃんの携帯しか対応してないのでやってーって喜んでますけど、そのうちねもうママの携帯はね最後です。あの子供らええ携帯にしててもうママは最後でいいかなと思うので、私はしばらく iPhone7 のままだと思うんですけど、まあ、でも子供的にはめちゃくちゃ喜んでた。机の上とかに置いといてなんかソコンとかいじりながら充電しとくとか、あとなんかほらベッドのさここになんか棚ある人とかいてはるやんか。うちはあのここの棚ないやつやねんけど、ベッドなんかこういうところに置いといて寝る時にこうポンって置いて充電するみたいな感じで使うのがベストかなと思いますね。まあスタイリッシュでいいよね。ワイの携帯は対応してないけども、ちなみになんですけどここに書いてあるんですけど、赤色が点灯したら通電しましたよ、電気来ましたよのお知らせ、そして青色が点滅後ブワンブワンってこうホタルみたいに点滅したら充電してますよということ で青色が点灯はそのブワンブワンがブワンだけになったら充電完了ということらしいです。まあこんな感じでねカフェだったり寝室とかだったりキッチン周りだったり、まあ挿して使うのもねいいんですけど、ポンって置いて充電できるんやったらまあ便利かなと思う感じでございますね。でもねダイマさんとね付録は毎回面白い。はい、今日の付録紹介いかがだったでしょうか。なかなかねこうラインナップが面白い感じだったかなと思うんですけども、ということで自月予告いってみよう。はい、こちらスイート7月号は6月10日発売となっておりまして、付録がですねトロピカルムーミンのバカンスポーチっていうのがついてくるみたい。いやなんかさベタな感じのポーチやと思うねムーミンさんのね。いやでもさ同じムーミンを扱うでもスイートさんになるとちょっとなんかこういうストラップがついててさポップで可愛らしくなるなという印象ではあるんですけど、なんというかすごいなんか写真がいい感じに撮られてないっていう感じはあったりとかすんねんけど、まあ割とベタな感じのキルティングポーチになってくるとは思います。まあでもねいいよいいよポーチつけてくれたら。最近さ逆に付録でポーチ少なかったりとかするからさ、こんな感じでね可愛らしいポップな感じのポーチがついてくるのもまあいいんじゃなかろうかと思いますね。でこの柄がやねあのムーミンちゃんの女の子版みたいな子が水着着てねビギニやねんね、隠すとこあるんかいなっていう感じではあるんですけど、その柄がなかなか可愛らしいなと思う感じでございます。こんな感じの付録になるみたい。そしてダイムさんは8月号となりますね。先ほども言ってましたけどちょうど切り替わりのあれなんでね号数がね、なのでダイムさんは8月号となるんですが、発売は6月16日となっております。付録がですねなんなんなんかさ私がさなんかちょっと気になるようなやつがねダイムさんほんま多いんやんか。 LED テープライト、これ私ね何回買おうとしたか。このねお部屋のさ隅っちょとかがキラキラできるわけよ。これ何メートルついてんの。2.3
1.5 メートルやって。で、例えばさ、これテレビの裏側とかさ、あと、まあ、お部屋の隅っちょとかさ、そういうところをキラキラできますよという LED ライト250でございますね。2.5 メートル。ほんで、3色 ×8 段階の明るさ、計24種類の発光パターンを切り替え可能ということで。で、好きな長さに切って使えんねんね。え、すごないこれ。いや、なんかさ、Amazon とかでも売ってたりとかすんねんやんか。やねんけどさ、もうこれ私、今動画出しまくってますよね、割とね。毎日ほどとは言わへんけど、割との頻度で動画出させていただいてるんですけど、今ちょっと動画熱が熱くてさ。で、ちょっとソフトがね、改善されて、編集が楽になったっていうのもあるんですけど、まあそんなこともあってさ、部屋ぐっちゃぐちゃなんよ。もうなんかその、きらめかせたい部屋ではないのだがね、今ね。ただまあなんかな、将来的にこんなんなんか夢あるーって感じではあんねんけど、いやまあお試しにね、一回こういう付録で試してみるっていうのもいいんじゃなかろうかと思う感じでございますね。カーテンレール光らそうかな。今日の付録開封いかがだったでしょうかということで、今日はなかなかね、内容がバラエティに飛んでて楽しかったなぁと思うところなんですけど、ただね、今時間がさ、もう5時前なんやんか、やばい。今日はサマンサタバサさんやし、ほんでさ、ダイムさんの付録も面白いしさ、ちょっと早くお出ししたいということで、ちょっと今日は短め動画、雑談もはしょりで、でもその代わり、またね、爪がさ、今日ボロボロでしょどうしたんって感じでしょ。なんかさ、いろんななんかこう、片付けやら洗い物やらなんかやってたら、ちょっとさ、薄く作りすぎたみたいで、折れちゃって、で、頭洗ってる時にもさ、ポキって取れたり折れたりとか、各所してるんですけど、この爪のお直しと、私さ、100均でサシャのシール買ったやんか、あれ早くサシャにしたいんやんか、それをね、また、作業用 BGM みたいな感じで、なんかくっちゃべりながらね、直していく動画っていうのをまたサブチャンであげようかなと思いますので、そちらでまた、ふんだんにね、もう雑談しかせえへんから、そんな死ぬほど雑談していこうかなと思う感じでございます。ちょっと手元だけにはなると思うねんけど、まあ、そのさ、シール貼ってどんな感じかって見るのは、多分手元で見た方が分かりやすいかなと思うから、そんな感じにはなると思うんですけど、またそんな動画もね、サブチャンの方で上げていこうかなと思いますので、本ちゃんのこの本ちゃんっていうか、まあメインチャンネルの動画なんですけど、明日なんか上げるもんあったっけ、どうやったかな、明日は上げれるかな、どうやろう、もし上げれたらなんか上げようかなと思うのと、あ、それとね、ごめん一応ね言っとこうかなと思うんですけど、宝島社さんでもうね、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですが、こちらでございますね。これグロー8月号になんねんけど、なんかさ、去年と一昨年が特にやね、思いっきり売り切れたこのショッピングバッグとこのボトルホルダーみたいなやつのセットなんですけど、今年も8月号で出ますせーということでございます。今年のカラーはモスグリーン、一番最初のやつがブラックで、次がグレーで、私一番最初のやつはゲットしてこなかったというか、人気すぎて買えんくって、ほんで買えへんやつはもうレビューはしませんみたいな。いや、みんながさ、ゲットできひんやつレビューしてもなーっていうのがあったりとかするから。で、その当時ってね、2年前のその当時っていうのは、ショッピングバッグ、この手のさ、バッグとさ、しかもホルダーまでついてみたいなセットがあんまりなかったんよね。だから大人気やってんけど、で、去年グレーが出たんですけど、それもまあまあ売り切れになりました。で、今回がモスグリーンという感じやねんけど、これいいねんけどね、割とね、レジカゴバッグやからふにゃふにゃな感じ、割と薄手な素材感だと思います。去年のやつともし一緒やったらね、もしかしたら素材感が変わってるかもしれないんですけど、こういうのがね、このグロー8月号が先にね、予約開始になりました。で、これだけではなくって、こんな感じの他のね、ディーン&デルーカさんのグッズっていうか、ディーン&デルーカって私言ってなかったっけ、ディーン&デルーカの付録がグロー8月号で付きますよということでございます。で、これが多分通常版になると思うんですけど、こちらね、こういうのが出るみたいです。宝島チャンネル限定号1、2、それとこっちは増刊号になるから、あ、これほら、歴史が書いてある、2020年これが出まして、もうなんか爆発的人気になりまして、私はゲットしておりません。水筒だけゲットしたかな。ほんで2021年、この水筒が3種類になり、さらにこれがグレーになったみたいな感じで発売されました。これセットで売ってるんじゃなくて、これ一個一個別でございますね。これとこれはセットな感じで、またこれも完売いたしましたと。で、今年はこんな感じでラインナップ増やしてきたでーということでございます。まあ水筒ばっかりあってもねということで、お皿セット、スプーンセットみたいな、あ、違うわ、お皿とスプーンセット、お皿とフォークセットっていうラインナップになったみたいですね。で、なんか特設ページができてるでっていう、まあ売り切れましたからね、去年だいぶね。で、ラインナップ第1弾ということで、現在こちらの予約が受付中でございます。このボールとスプーンセットやね、各種が受付中でございまして、ほんで第2弾、こちらが5月16日に受付開始ですね、予約受付開始になっております。まあ、でもディーン&デルーカさんのなんかそういうプラスチック系のお皿とかフォークとか人気なんやろうかね、どうなんやろう。で、今年のこれに関してもまた売り切れたりとかワンチャンするんかもしれへんねんけど、去年私ご紹介したと思うんですけど、割とね、なんか予定をテッとした感じやったから、どうかな、まあ折りたためる感じのやつなんでね、だけどどうだいっていう感じではあると思うねんけど、今回はすごい鼻息
き荒くね宝島社さんご準備されてる模様でございます。あのさ、キウイブラザーズもこのぐらいの花息で売ってほしいところですよね。もう2ヶ月ぐらい前から予約できまして、特別枠ございましてみたいな感じでね、こんな特設ページを作ってほしいところでございます。期待やで宝島社さんっていうのをね一応お伝えしとこうかなと思いまして、コメント欄でね何件か教えていただいてありがとうございます。なんかねすごい助かる。なんかポンプチのやつあるやんか、あのムック、なんかあんねんね、あのまとめ動画をご覧いただいた方やったら分かりやと思うねんけど、あのモンプチのカンカンのでっかいやつのふわふわケースみたいなやつがムックで出るんですけども、それもねいち早くコメント欄で教えていただいたので、ほんまねいつも助かります。情報が早い、いつもありがとうね、助かっております。2日ぐらい前に教えていただいてんけど、ちょっと遅くなって申し訳ございません。まあ、そんな感じのねこともあるみたいなんで、またあのまとめ動画に追加されてるものもあるので、まとめ追加みたいな動画もまた撮っていこうかなと思いますので、そちらもよろしければねまたご覧いただけたらと思う感じでございます。雑誌付録に関しては次は素敵なあの人とかその辺かなになると思います。でその後リンネル会があってみたいな感じで、ドドドドドってまたいろいろね出ていく感じだと思うんで、月末がねやっぱり雑誌付録はいっぱい出るかなと思うので、いろいろ取り上げていこうかなと思います。その間にまあムックが出てたりとかもするので、素敵なあの人の時はねそれしか出えへんねんやんか。だから何かしらのムック多分くっつけてご紹介になると思うので、そちらもまたご覧いただけたらと思います。またいろんな動画出していきますね。ちょっといいペースで来てるんで、トントントンと出していけるようにまた月末までね走り抜けようと思う今日この頃でございます。なんか無理せんようにねとかいっぱい書いてくれてありがとうね。いやでも頑張る。なんかいろいろ相まってね、まあ、自分の時間の余裕とか作り方とか、あと編集速度ですね、あの固めるというかデータをねギュッてする時間がすごい遅かってんけど、そこが改善されてだいぶ作業が、あのやることは一緒やねんけど待ち時間がだいぶ減ったので、まあそれもあってねちょっとトトトンと出せるようになったかなと思うところなんですけど、今後とも頑張っていこうと思いますので、また仲良しケアどうぞよろしくお願いいたします。いつもほんとたくさんのコメントと、そして心温かいグッドと、何よりこの最後の最後までご覧いただきまして、いつも本当にありがとうございます。ではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。